女と野獣シーサイドストーリー」当番組ではパチンコパチスロの海物語シリーズをとことん実践してゆずコインを貯めていくことを目的としています。ゆずコインとは実践結果の出玉1玉が1ゆずコインに相当します。また動画再生数1再生に対して1ゆずコインが貯まります。1年後に貯まったゆずコインの合計数に応じてファンツアーが開催されます。それまでに貯まったゆずコインの合計によってツアーのランクが変わります。貯めますね、毎回毎回400、500。わお、見て見て、保留内にあります。あーすごい、目がハイビスカス。すげえな、派手やな。派手です。よかったー、投資分戻ってきた。あ、マジ、うん、あれ、私追加投資始まります。なんとあ、この台よ、この台トントン。いや、もうこの台所じゃないって。今日一日の収支もやばいってそれはやべえああ、またダメだ。地元に帰ってやる。 ST 難しいよ。はい、追加投資です。はい、ついにマジで幸田さんさえ勝てば変動なしだから、郵送郵送。そう、一人勝てば変動なしだから、せめてそこ行こうよ。いや、頼むよ。まあ、お前無理だって、俺任せる気づいたら450。モードかよ、マリンモード。マリンモードあんまり選んだことないな。ダメだこれ、変えよう変えよう。お祭り。バッテリーを変えてる間に当たりました。それはもう無観客試合と一緒です。いやー、困った困った、採用されませんもうあとは幸田さんが勝つことを願ってるわ。あう、おもう無理だ。オレンジは出てきたよ。はい、ナイス。 ST で当たるのか、初めて当たるのか。ギャグーン、いけいけ、よっしゃ、当たった1回ああやばい、頼む。なんかオカルトないの？なんもない。つまんねえ男だな。ああ、つまんねえ男や、俺なんて。俺なんてつまんねえ男だと思って。どうせ俺なんてつまんねえ男。つまんねえ男、高めきが林田38歳のおっさん。いや、別にいいけど。ああ、生きてますから。何か。別に生きてるだけでいいもんね。別に当たんないから何。別に気にしない人から。頑張れ。慰めないで。まくりそう。あ、今プラスだ。あ、もうプラス、うん、オッケー。即やめ即やめあとは町ブラしよう、町ブラ戸越銀座だし。ああ、戸越銀座だから。いや、したいわ、団子食いたい。ああ、町ブラしよう。ロケに帰る、ロケに。クラゲからのタッチ、ギャグーン。マジ ST、 しかも19。うん、ああ、 ST は抜けたの、ナイスやねー。はい、よし、はい、14回。オッケー。すっげーい。幸田さんが勝ってくれさえすれば私は負けても大丈夫。はい、あ、リーチがかかればチャンスだよりリーチかかってますけど。そしてそしてお、太鼓も4つ。左、泡か、いけるよ。あ、あったあった当たってないのあららららら。お、カメいっぱい、カメいっぱい、カメいっぱいいた。おお、いい音した。1回、今のは幸田さんの台だった。2回だった。 ST 中、絶好調ですね。それおき海600いく。3倍。本日も宿は確率の向こう側を挑戦しております。常に限界を超えていくスタイル。なんで確率の限界を超えて、それがやる。常にアマデジだろうが緑だろうが、宿という男は全てはめ倒す。確率とはそんなものに縛られないよ。それがヤドゥである。お、中からおいやおいや、いい音してるね。いい波乗ってんね。え、クラゲー危ね。4回、まあ面白くできてますよね、本当ね。毎回3000玉。お騙される。さっきそれ騙したかった。あ、来た、私の好きなハッピーファンキーパーティー。お、来たよ。止まった。富士山で目来たよ。赤まで行こう。いつか歩いた港町。絶対ダメやん。こんなん良くないと。2時間ノーキッズ。寒い、それは。2時間もノーキッズ。わあ、いっぱいおっぱい。いっぱいいた。マジ？うん。19だし。はいよ。クラゲやん。クラゲやん。なんでクラゲだーい。クラゲやん。いけるよでも。はい。ナイスー。4回。ヤドゥの方のカメラ切っていいと思いますね。大丈夫、何も映らないから。もう見て、ほら、もうカメラマンももはや幸田に好きっていう知ってますか皆さん。僕の後ろにカメラマンはいないんですよあります。金富士で4ラウンドしか引かない上に600もはめるとかあるだろうが、目の前にあれや、目の前にいいよ。俺目の前にいいよ。これが現実や。ねえおお、ウリンちゃん来た。びっくりした。え、ウリンちゃん来た。楽しそう。すげえ楽しそうからの魚群かい。出すね。48回、49回だ。大当たりの数は違いど、幸田さんの台は99分の1ですから。僕は199なんで。あ、これ4000玉いくんじゃないかな。マジ？頑張って。幸田さんよ、俺は無理だ。700いくぞ。なんかオカルトやってみようよ。何しよっか。何しようね。ちょっとあれじゃない？違う人ぶって座ってみたら、1回席立って。宿じゃないですよみたいな。じゃあ1回他の人ぶるってこと、立ってからってこと。そう、立ってからちょっと眼鏡外して、本当になんかちょっと髪型とかも変えて。そうそう、宿じゃないですよっていうところで魚群です。私いけいけ、それあれ、あっしゃ、イエーイ。髪型も変えた？あれ、髪型。よいしょ。はい、今から別人が打ちますからね。聞こえてますか？今からヤドゥじゃない人が打ちます。あるあるですからね。他人に変わった瞬間 1,2 回転でパーンって当たったりするから。そうそうそう、それそれそれ狙い。あ、この台打とうわ、この台660もハマってる。おしおし。でもハマった分出るんじゃないかな。よし、行ってみよう。やってみよう。さあレアですよ。メガネを外したヤドゥ。ヤドゥなんですか？ヤドゥじゃない、井川さん。井川さん、井川さん、井川さんですか？いやいや、井川と申します。ですよね、びっくりした。井川です。びっくりした。激しくお願いします。あ、当たりました。一回。9で。じゃあ、ちょっとこの面白そうなんで、はい、金富士バージョンちょっと打ってみたいと思います。はい。あ、出身はどちらなんですか？あ、出身は僕タイ人のハーフなんですよ。そうなんです。ああ、そうなんですね。あ、父親がタイで。あ、タイで。はい。タイって何語なんですか？タイ語です。どんな感じですか？あ、でもこうそれでありつぶれられてやだ。あ、それ。こんな感じです。あ、でも親父もタイが長いんで、もう結構日本語しかあんまり喋れないんです。タイが長いのに？いや、僕自身日本で生まれて育ってるんで。日本のが長いってこと？そうですね。でもタイ行ったことないんですよ僕。ああ、そうなんだ。そうなんですよ。お、来た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 来ましたよ。何が来ました？チャンス目が2回来ただけ。ああ、チャンス目ご存知なんですね。チャンス目って書いてましたさっき。ググったら。3回来ましたよ。そんな。いや、そんな怪しすぎるって。はい。あ、来ました来ました。小さい魚がいっぱい来ました。小さい魚がいっぱい来ました。来ました。小さい魚が、小さい魚がうわーってなってます。あと大きい魚揃えるだけです。あ、4で当たりました。694で。やった、井川さん、よかった。ああ、井川オカルトは当たりましたね。694ゲーム。14.5 本。あぶね。ああ、長かった。4ラウンドです。あ、そのまま井川さんで打つんですか？もう宿に戻っていいかな。当たったから。騙されたなっつって。完璧。やっぱオカルトは試すもんやね。スーパーチャンスだ。いや、マジでもうちょっと本当15ラウンドください。あ、な、なお。また違う人来た。あう。あ。あ。Who are you? Oh. I don't speak English. No, I don't speak Japanese. 見ざる聞かざる言わざる。めっちゃ日本語喋ってるやん。はい、当たるやつ。ああ、ゴーかけるラム来てる。うれしそう。ヤドゥの反撃タイムだ。あらよ、あ、魚群だね。さあ、果たして当たるのか。ついに見せ場が来てるよ。うりゃりゃ、うりゃりゃ、イエイ。あーあーあーからの。いや、もういいだろいい加減。そうでしょ。ど下手やん。24回転4ラウンド。おい、下手だって聞こえたわ。いや、ごめん、ど下手。いや、おい、さらにもっと上。やばい、終わる。600玉で終わる。幸田さん、600はまって、600はまって600玉しか出ない。じゃあ1000はめようから。下1000玉ぐらい出るかな。大丈夫だ。泣きの1回まで諦めるな。俺の存在自体がもうなくなってしまいそうだ。ラスト。やばい、やっぱヤードより戻ったからできなかったもん。馬の身いっぱい。伊賀のままでいればよかった。終わりました。そんなやめてよ、金富士怖いみたいになっちゃうじゃん。めちゃくちゃ面白い台なのに。いや、面白くないとは言ってないでしょ。うん、たまたまヤードがはめてるだけですよ、皆さん。こんなんじゃないから。マジで、マジで。だから金富士のポテンシャルを生かせてないのか、それともヤドゥのポテンシャルに金富士がついてこれてないだけなのか、どっちかなんですよ。そのどっちか、しょうがないこればっかじゃ。じゃあもうちょっとコミュニケーションして近づいた方がいいんじゃない、距離。誰と？金富士と。金富士戦友。お前さー、当たりがちっとばっかし。コミュニケーション間違えてる。コミュニケーションの取り方間違えてる。余計当たんないよそれ。ちっとばっかし当ててもええんじゃんか。追い込みかけたのけ。ダメ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 。頑張るから出てくれよ。なあ、ビンジ。俺お前のこと愛してるから。うわ。金富士愛してるよ。うわ。愛してるもう離れられないんだ。あ、魚群。魚群出す。魚群出す。魚群出す人がいる。あ、やった。117回当たりました。ごめんな、なんか見せ場取っちゃって。いや全然当てることが大事なんで、全然そうか、全然俺の見せ場とかどうでも思ってないんで、全然いいですね。あと109玉、600はめて109玉。変わりてー。金富士はそんなんじゃないんだ。当てるんや。16ラウンド行くまで帰れないと思え。さすがに 50% だよ。4ラウンド単発とかで終わりそう。いやいやいや、さすがに来ましたよ。 OK、 223の富士山でね、これをね超えてほしいんだよ、緑を。もういこう、頑張れ頑張れ踏ん張れ。おーし、いったよ、おいたいたいた。赤まで来ましたよ。大チャンストライ。まだ行ってもいい、行かない。もうあ、降りちゃった。寄らなくていいところ全部寄って。やだやだ、もうやだ、やめて。いいのか、ごめんなさい。謝れ。謝ったわ。いや、消すんじゃない、俺の太鼓の達人。魚群炎めいただいた。これはもろた。はい、合宿な。50、なんでそんな当たるの。アマとはいえしかも7だ。57回、5%が引けんな。やらせや、やらせ。できレースや。あれじゃない？朝出すと調子乗るんじゃない？きた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 って。きたって。もう黙ってて。来るから。来るから。来るから。なんて？全然来なかった。なんて？黙っててって言われたから黙って。我慢は良くないよ、体に。あ、なんかキラキラしてる。なんだなんだ。なんだなんだ、キラキラしてるぞ。1、2、3、4、5台ある金富士で、どの履歴見ても俺が一番はめてる。スターやん。やっぱね、常に一応目指さないと。2回。え？そんな簡単？あ、コッパー引けないな。アイマリンなのにアイマリンが見れない。目の前に マクドがあるから、マクドでも食べてから。お弁当2つ食べたのに家で寂しく食べんのよ。今日もダメだったなっつって涙を流しながらよ。君の声は僕には届かない。寂しい。無理だ、なんとたりとも受け付けない。え、アイマリンだ。ダブルボーナス楽しそうですね。絶好調やないか。すげえ、初めて見た。すごくない？すごい。1回で当たりでーす。すごい。いやー。もう今どんぐらい持ってるの？5000。300。1回だって全部飲まれてるからね。まあでも今日太鼓の達人で俺もそんぐらい出してるから、前半で。今日太鼓の達人ってないじゃん。削除された。もう削除してくれ、なんなら。もう人思いに。人思いに太鼓の達人なんてもう。え？ない。え？は？そういうこと？こういうこと？は？またってこと？は？は？何してんの？何してるかしてるトントントンってやった。マジで言ってる？トントンってやって多分ダブルボーナスだったんだよね。でその前にもう1個当たってたから、なんだったらもうトリプルボーナスみたいな。いえ、何ですか？もうダブルボーナスって時にもう2個ってことか。なるほどなるほど。いやーよかった今日、やっぱマリ選んで。ノーコメントで。ノーコメント。いや、ちょっとノーコメントです。ちなみにもう199回転はめます。えいつまであるのこれ？えまたなんだけど。は？そうでしょ。え、壊れてる？何これ、ドン引きなんですけど。え、マジ？4回連続で1ゲームで当たります。全部保留で当たってるってこと？そう、全部1回転で当たってる。おかしいんだ。6000玉いきました。どんな引きしてんの？全部1回転で当たってるってどういうことや。ということで2019年最後の次戦が終了いたしました。はい、お疲れ様でございました。はい、結果発表。はい、じゃあ結果は、高田ゆずきプラス3740玉。ありがとうございます。ヤドゥマイナス5000玉、2人でマイナス1260玉。お疲れ様でした。冷たい冷たい、そういう顔見せるな。カメラの前でそういう顔見せちゃいかん。今日当てました？ちょっと待って、おかしいから。太鼓の達人は頑張ったわね。ただその後ね、ゆずコインミッションをしまして、まあ大移動したわけじゃないですか。お互いカードを引いてね。でコードさんがアイマリン絶好調やったね。ほう、すごかったね。あれでだって1回全部飲まれてるからね。1回全部飲まれて追加投資 C の6000玉みたいな。だから結局ゆずコインミッションは勝利、はい、で私は、負けたのかな。ギリギリ負けたか。ゆずコインミッションギリ負けたわ、残念ながら。まあでもほらゆずコインミッションには触れてないということで、言った通り5万獲得の5万マイナスなんでゼロです。まあまあ10万ゆずコインゲットのチャンスだったんですけども、しょうがないじゃん。終わったことを詰め込み言ってもしゃあないで。大丈夫ですか？ちょっと SSS の結果がちょっと振るわなさすぎ。まあでもそのバランスが取れてる。あ、まあ確かに。やっぱそのしょうがないんですよ。やっぱ前半戦僕が活躍して僕しか映りどこなかったから、しゃあなし、もうしょうがなく幸田さんに譲ろうと思ってああいう場面を作っただけであって、これはもうしょうがないことなんですよ。なるほど。まあもしかしたらね、来年になったら流れ変わるかもしれないですから。また年をまたげばほらまた変わりますから。いやそうよ。本当こんな私たちに1年間付き合っていただき本当にありがとうございました。ありがとうございましたね。はい、もうあとちょっとですね。今年もなので皆さんぜひ良いお年を過ごしていただければと思います。本当感謝しかありませんもん。はい、お願いします。じゃあそう2人ともね、良い年末を迎えて、来年また笑顔でお届けしたいと思います。はい、よろしくお願いします。それでは皆さん良いお年をお過ごしください。バイバイ。バイバイ。